皆さんこんにちは、大樹です。コロナウイルスのショックで世界中がこのね、想像もしなかったようないろんな出来事に包まれています。で、そんな中我々もこう不安になったりイライラしたりとかね、そしてこう視野が狭くなったりとかで、なんかね、そういうことによってこの行動を起こしてしまったり行動できなかったりっていうことがまあ現に起きてますし、これからますます起きていくんじゃないかなというふうに思います。で、そんな時代だからこそやっぱりコーチングなんですよね。で、コーチングって自分にとって何が大切なんだろうね、じゃあ何を目指したらいいんだろう、そこに向かってどんなリソースを使いながらね、どんな行動が取れるんだろう、で実際やったらどうなるんだろうってね、なんかこの新しい世界を作っていくためにね、この試行錯誤を効率よくしていくためのまあメソッドがね、コーチングで、でだからぜひコーチングを使ってほしいしね、アドラー心理学、我々はそれをベースにしてねやってますけれども、アドラーもそれこそ第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての、ね、時代に、やっぱりこれからの新しい本当に平和な幸せな未来を作るために何をどう考えて行動したらいいのかっていうことを模索しながらね、アドラー心理学を作ってきました。だからこそ我々はそれを生かして進んでいきたいんですけど、ただね、やっぱり少しこのまず我々自体がね、この感情とか自分の状態のマネージメントができるとか、それから必要に応じてね、クライアントとも一緒にですね、その感情っていうものをしっかりと扱っていくとかね、変えていくっていうことができたりしないとね、やっぱり通常のね、コーチングだけではなかなか機能しなかったりとかってね、やっぱ感情にこう巻き込まれちゃうことあるじゃないですか。で、やっぱりそれをクリアしていくっていうことも大切なんで、まあ今日から何日間かですね、ビデオシリーズ新しく作りまして、皆さんと一緒にそのメンタルっていうものをね、どうやって考えてどうやって整えていくのかっていうことを、学んでいけたらなというふうに思います。で、今日は、ストレスコーピング、ストレスにどうやって対応するかっていうことを、まずね、全体のベースとして考えていきつつ、明日以降ね、この格論というか、まあいろんな理論とかスキルとかっていうものをこのご紹介していきたいなというふうに思ってます。で、それに先立ってね、スペースっていうモデルを知っておくと少しこの、思考の整理につながったりとかね、これからさまざまなことを応用しながらコーチングしていくのに役立つことがあるので、ちょっとスペースっていうのをねご紹介したいと思います。で、ここにね書いてある図を覚えてもらえればいいんですけど、外側に S っていうのがあって、で内側にね、ちょっと順不同ですけど CEP っていうのがね、自分の人間の内側にあって、で外側に A っていうのが1個出てますね。で、これね、何かっていうと C って頭のところに書いてありますね。で、これコグニション、思考ですよね。認知、物の捉え方、ね、考え方、が C です。そして E、ね、心の中に書いてあるんですけど、エモーションですね。感情です。そして P、体の反応ですね。身体反応、生理反応、ね、ドキドキするとか、汗がかいてくるとかね、なんか力がいっちゃうとかね、そういうことです。そして A っていうのはアクション、自分が取る行動ですね。で、何によってこういう反応ですよね、思考が生まれたり感情が生まれたり、それから身体生理反応が生まれたり、何かね、行動っていう反応が生まれたりするかっていうと、 S、 ソーシャルコンテクスト、まあ社会的な文脈っていうとちょっと硬いので、状況とか出来事とか対人関係、要は自分の周りがどんな状況になってるか、どんな出来事イベントが起こったか、対人関係は誰との間でどんなことが起こってるかということが刺激になって、そしてその刺激によって反応が起こる。反応はまず内的な反応ですね。身体生理反応みたいなものがあったりとか、それから、認知ですね、思考とか頭の中で起こる反応、ね、があったり、そして気分ですね。気分、感情、エモーションの反応があり、そしてそれが外側に出るものが言動、アクションということになるわけです。で、しかも、我々がね、知っといた方がいいことは何かと言いますと、このね、C とか E とか P とか A とかっていうものがまた相互に影響し合ってるっていうことなんですよね。なんかこのストレスだと自分がストレスになるような刺激が周りにあるとしましょう。これテレビのニュース見るでもいいしね、誰かからね、もうダメですとかね、困りね、もうできませんとこう言われるとかね、なんでもいいんですけど、なんか自分にとってストレスになるような刺激があるとします。そうするとね、自分の感情に影響が起こることがあります。なんかね、自分もイライラしたり、悲しくなったり、落ち込んだり、不安になったりすることがあります。そうすると、それに引きずられるように、思考もね、ああ、やっぱり難しいのかな、ダメなのかな、ね、いくら頑張ったところでできないのかな、とかね、頑張ってきたけど、もうおしまいかな、とかね、こうネガティブな思考が生まれる。ネガティブな思考が生まれると、また感情に反映されます。どんどんと鬱な状態になっていったりね。で、今まで取れてた行動が取れないとか、もしくはね、もう自分も無理ですって言い始めちゃうとか。で、それをまた聞いて自分が落ち込んだりとかね、で悩み始めたりとか、でそれでどんどん体もね緊張してきたりとか、なんかこね動悸がドキドキしてきたりとか、でそのことによってまた感情が悪くなったりして、こういうふうにループしていくんですね。で、ここでまた
個人の中でもループを起こしながら、でそのネガティブな反応が生まれると外部に対してもネガティブな反応し始めるので、またそれが外界とも相互に反応し続けるっていうことが起こってきます。でだからね、まずこういうふうに、あ、そうかと、刺激と反応があって、反応にはね、思考系の反応、感情系の反応、そして行動系の反応ね。でまあこの感情系の反応と近しいところですけど、体にそのものに起こる反応というのがあって、でそれが相互に作用し合って増幅したりすることもあるし、どっかが切り替えられたら個人の状態っていうのは変わっていくんだと、ね、そうするとこの環境に対する関わり方も変わっていくんだというふうにこう理解していただくといいんじゃないかなと。まあこれのことスペースっていうモデルでね紹介してて、 S がソーシャルコンテクストね、 P がフィジオロジーで、 A がアクションで、 C がコグニション、 E がエモーション、まあ順番的に微妙なんですけど、まあ覚えやすいからこういうふうにね、あのスペースというモデルで紹介されてます。さあでこれをね、このモデルを使ってストレスのことをちょっと考えてみたいんですけれども、ストレスコーピング、ストレスに対処するときに何が大切かというとですね、一つはまず自分がストレス状態にあるってことに気がついていくっていうことですね。で、自分がストレス状態にあるっていうことに気がついていくためには、まず自分のストレス反応に気がつける必要がありますよね。で、その時に4つに分けてみるといいわけ。なんか最近体が疲れてるなとか、疲れが取れないな、だるいなとか、力が入らないなとかね。で、で P の部分の何か反応が普段と変わってきてるってことに気がついていくっていうことですよね。そして E、 じゃあ自分の気分とか感情はどうかなって、こうね分けてみるとね、自分の状態に気がつきやすいんですよね。でじゃあ自分の感情はどうかなって考えるとね、ちょっとややイライラしてるかなとかね、ちょっとなんか不安かなとかね、ちょっとなんかどんよりしてる感じがするなとかっていう風に、この気分を見ていくと、自分がもしかしたらストレス状態にいるかもしれないとかね、なんか頑張ってねテンション上げてたりすると、大丈夫大丈夫って思ってることがあるんだけど、そもそもあれ俺最近やたらめったら大丈夫大丈夫って考えてるなとかねっていうのも、もしかしたら自分がちょっとね、あの普通のというか、いつもの状態じゃなくなっちゃってる可能性があるわけなんですよ。でやっぱりこれ今ね、現在環境がいつもの状態じゃないので、体はそのことに対して対応しようとかね、未来に向けて準備しようとしていろんなことをしてくれるわけなんですけど、そのことによってかえってね、あの自分が、視野が狭くなったりとか、しんどくなったり、良くない状況になっちゃうこともあるんで、まずやっぱりね、自分の状態にしっかり気がついていくってことが大切ですね。であと自分の言ってることやってることを少し客観的に見てみるとね、なんか言ってることにトゲがあるなとかね、あのすごく焦ってなんかこう行動してるなとかね、もしくはもうなんかパフォーマンスが全然上がんなくなっちゃってるなとかね、なんかそういうことにこう気がついていくこともあるわけです。でぜひねセルフモニタリングして、自分がストレス状態にないかどうかっていうことをチェックしてみてください。で、それとね同時並行でできることなんですけど、ストレッサーとストレス反応っていうのをちゃんと見える化していくっていうのが大切です。でストレッサーっていうのは何かって言ったら、自分にストレスを与えてるものですよね。で自分がなんかこうストレス反応を持ってるなというふうに思ったら、何によってストレスが出てるんだろうかとね、あこのニュース見るととかね、なんかこの話聞くととかね、このサイト見ると、あ自分の状態がこういうふうに変わるなとかね、それから会社に行ってこの人がこういうふうにやってるのを見るととか、こういうふうに言ってるのを聞いたりすると、あこういうふうに自分にストレス反応出るなとかね、でね、あの通勤の間でね、でこんな話聞いたり、こんな状況を目にしたりするとこうなるなとか、何が自分によってストレッサーになってるのかなということを見極めてみるということと、それからもう一個は自分のストレス反応、ね、がそれぞれ思考はどうなってるだろう、感情はどうなってるだろう、体はどうなってるだろう、そして自分の、ね、行動っていうものがどんな風に変化してるかな、どんな状態なのかなっていうことを明らかにしていく。で見える化するといいですね。でこんなね、だからね、ここにもスペースって書いたんですけど、ここが仮にね、ソーシャルコンテクストで今回これがストレッサーだとしたら、ね、何を見たりとか何を聞いたりとかね、どんな状況の中でストレスを感じてるのかっていうことをなるべく具体的に書いてみる。そして自分の P ですよね、フィジカル、体に起こってる反応を書いてみる、具体的にね。で A ですよね、自分の取ってる行動言動っていうものを具体的にモニタリングしてみる。で自分の思考ですよね、頭の中で考えてることとか、自分が頭の中で作ってるイメージっていうのを具体的に書いてみるね。で E はエモーションね、気分とか感情なので、また自分の気分とか感情をこう書いてみるとね。でそういうことすると、自分がね、どんな刺激によってどんな反応を起こしてるかっていうね、ストレスとストレス反応っていうのが分かってくるわけです。非常に便利でしょ、このスペースっていうモデルね。でこれを使って自分のことをモニタリングをしていくと。で
自分の状態分かってもしょうがないので、でいい状態に自分のことを近づけてくれそうな、まあ、コーピングリストっていうんですけど、リストを作っていくっていうのがもう一つの作業なわけです。でこれね、ぜひ自分でやってみてください。で自分のコーピングリストをいっぱい作ってみるっていうことね。でお風呂に入ってみるとかね、歌歌ってみるとかね、なんか、お酒飲む人がね、ストレスコーピングにね、お酒飲むことがストレスコーピングになる人もいるしね、でお酒を飲まずになんかゆっくり語り合ったりするのがね、こうストレスコーピングになる人もいる。で、何が自分にとってそのね、ストレスに対応するとか対処する方法なのかとか、もしくはこのストレス反応を緩和してくれたりとかってね、する行動なのかっていうことを、なるべく小さなものを含めていっぱい、要は時間がかかったりお金がかかったりね、するものも書いていいし、逆にそうじゃないものもいっぱい書いてみるっていうことです。でそのリストをいっぱい作っておくね。ここに量より必要より量って書いてありますけど、とにかくそれいっぱい作る。で時より眺めてみてやってみようと。でやってみると自分のこのストレス反応が減ってるなっていうことにこう気がついていくっていうのが大切です。で実はね、自分のこのストレス反応を減らしていくね、自分のなんか少し考え癖がね、こうちょっとネガティブな方に行ってることを緩めてくれたりとか、自分のね、体の状態がちょっと緊張してたりとか過剰に反応してるのを少し緩めてくれたりとか、自分の感情が落ち込んでるのを緩めてくれたりとかね、そういうような、行動ね、コーピング対処法ですよねを考えるのもいいし、あとはこの対刺激って書いてあるんですけれども、何かこのストレス状態っていうのから自分を遠ざけていくための対処法っていうのを考えてみることもいいわけね。でもうニュースがストレスなんだったらニュース見ないとかね、ネットもそうですよ。でとかね、なんかね、対人関係の中でこういうのを見るととかこういうのを聞くとっていうのがあるんだったら、相手に受け止めてもらえる形で自分の置かれてる状況を相手に説明して理解してもらって協力してもらうみたいなことができると、このね、自分にとってストレスになる刺激が減っていくとかいうことがあります。でぜひね、たくさんコーピングリストを作るということをまず我々がやって、で、刺激を減らしていくこともできるし、それから自分の反応っていうのを緩和して、で自分自身をいい状態にしていくとかね、ストレスからこの自由にしていくっていうことをまず我々が取り組んでみる。そしてそこでね、あ、こういうやり方効果あるなっていうことが分かったら、ぜひクライアントさんともやってみませんか。クライアントさんがまずいい状態を作った上でね、コーチングが受けられたら、いい状態の中で本当に大事なことを考えられるし、いい状態の中で何が本当に避けたいことが考えられるしね、でいい状態で何かアクション考えてやってみて、しっかり結果を観察してっていうことをやったら、クライアントさんのね、人生必ず好転していく、ね、ですから、これからますますね、ストレスかかるような状況増えると思いますので、事前にね、このコーピングリストを作ったりとか、それからね、自分にとってのストレスターっていうのとストレス反応が分かってて、しっかりコーピングがね、できていくようなね、体制をね、用意しておくと役に立つと思います。それからあとはね、観察日記をつけてみるっていうのはね、こういうのを認知行動療法の人たちなんかよくやるね、これはもう認知行動療法の知恵の一つですから。でね、こんな項目でやってみるといいのね、毎日ね、今日起こった、出来事、まあそのストレスになるような出来事、それに対してどんなコーピング対処を取ったか、そしたらその結果どうなったかで、自分で10点満点とかで点数をつけてみる。でそのリストがあるとね、あ、そうか、こんな時にこんな対処するとこんな状況になるんだとかね、っていうふうに自分のストレスコーピングについて学習ができるようになります。だから仮説を作って、でしっかりとね、観察学習をしていくっていうことをやってみるといいんじゃないかなということです。でおすすめのね、まあコーピングリストをとにかく自分で作ってたくさん持ってるっていうこと、たまにそれを見てみるっていうことが大切なんですけど、いくつか本当におすすめの、ストレスコーピングについてもご紹介しておきます。で一つがね、自分のサポートネットワークを可視化するっていうコンセプトです。で誰が自分を助けてくれるんだろう、誰が自分を癒してくれるんだろう、誰が自分の話を聞いてくれるんだろうね、で誰が自分を勇気づけてくれるんだろうね、で誰と一緒にいるとちょっと安心できたり落ち着いたりするんだろうっていうね、自分の緊急連絡網というかね、自分をサポートしてくれるそのリソースになるね、ネットワークっていうのを可視化しとくといい。で、あ、この人がいるんだとかね、でこう思い出したりするだけでもね、自分のストレス状態でこう緩和されていったりすることもあるしね、いざとなったらとにかくそういう人に連絡をして話聞いてもらうとかね、何か助けてもらうということをぜひしてみてください。そしてね、ポジティブなイメージも、イメージの世界はやり放題ですから。で、世界がどんな状態になっててもね、自分をリラックスさせるようなとか、自分をいい状態にさせてくれるようなイメージね、自分が好きな場所、好きな人ね、好きな時ね、で好きなことをやってる状況ねっていうものをこうイメージしてみたりとか、それからなんかね、もうこの
いろんな人とつながってる状態でもいいし、もっと大きな世界とつながってたりね、一体感感じてる状態でもいいし、とにかく自分の心が良くなるようなこのイメージをする練習というのをしてね、これも練習なんですよ。でイメージングの練習すると自分の中で心の状態をそっち側に切り替えて安定を保つことができる。でこれね、現実逃避だと思う人がいるんだけど、そうじゃないんですよ。いい状態作ってリアルに現実を見て、そしてリアルに対処していくっていうことが大切でね、でそのためには心を切り替えていくってことが大切ね。でなのでそういう意味ではね、ポジティブなイメージをする、イメージの能力を使って自分の状態変えていくっていう練習も今からしておくといいし、これの達人になったらね、どんな大変な状態でも自分で気持ち切り替えて、でベストの対応するっていうことができるかもしれないということです。はい。であとは、自己需要が弱い足りないというのはこう多くの人に共通する課題なんですけれども、あの自己需要系のワークをやれるといいね。でもう簡単に言うと、自分は偉いと、で自分は頑張ってる、素晴らしいと思えるところを見つけて、俺偉いな、よく頑張ってるなとかね、いや素晴らしい、よしよし、よく頑張ってるっていうふうに自分に手を挙げられるところを探して言ってあげるっていうことからスタートしてみませんか。自分をねぎらうっていうコンセプトね、ぜひいろんなことトライしてください。で、4つ目がアサーション、アサーションについてもね、また別のビデオでご紹介しますけれども、各自分が感じてることを口にしてみる、表現してみる、で相手に理解してもらう、で相手が感じてること、考えてることも口にしてもらって、こちらも理解する、で相互理解しながら相互協力できるポイントを探していくってコミュニケーションができるようになると、ストレス状態だけじゃなくてね、いろんな課題を乗り越えていくっていうことができます。これも非常に重要なアプローチです。あともう一個、これね、あのストレスコーピングとかのもう万能薬なんですけれども、マインドフルネスですね。でこれもまた別のビデオを出して後日、ご紹介します。最近ね、この何年かブームになってますけれども、まあ、瞑想法の一種ですね。でマインドフルネスっていうのができるようになると、感情っていうものをね、変化させていく、ね、ネガティブな感情をから自由になっていくこととかね、それから冷静に客観的に、世の中とかね、周りの環境が見れるように、影響されないようになってきます。でぜひね、こんな練習も、していけたらいいなというふうに思います。というのはところで、今日はね、まずストレスについて一般的なお話をさせてもらいましたけど、ここからね、コーチングとかアドラー心理学とか認知行動療法とか NLP とかの、知見というものを用いながらですね、こんな考え方して、そしてこんなねアプローチをしてみたら、自分がいい状態でこの困難の中でもね、未来を作っていけるんじゃないかということをいろいろとお伝えしていこうと思いますので、ぜひ学んで活用していただけたらと思います。それでは参考まで。